様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です、桜ライブ。今夜も皆さん一緒にお願いいたします。さて今日は特別番組です。日本を取り巻く現状、とても厳しいものがあります。米朝首脳会談が予定され、朝鮮半島情勢どうなるか分かりません。にもかかわらず国内では相変わらず森友問題です。こんなことでいいのかしら、日本を守ることができるのかしら、本当にそのように心配しています。今夜はこの皆様方と一緒に2時間お話を続けていきたいと思います。まずゲストの紹介です。月刊花田編集長の花田和義さん、どうぞよろしくお願いいたします。そして、ノンフィクション作家の門田隆昌さん、今日は非常に遠いところから駆けつけていや毎回そうなんですね。毎回そうですね、よろしくお願いします。そういう時に限って呼ばれてしまうすいません、はい、そして、名物の黒シャツ、産経新聞政治部長の石橋文人さんです。よろしくお願いします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、この森友問題、文書書き換え、それから、いろんなことをお話ししたいんですが、その前に防衛省の、陸上自衛隊だけではなくて、航空自衛隊にもその文書がいろいろとあったということですね。そのことから入ってみたいと思うんですけれども、4月4日に、はい、その小野寺さんがですね、急遽記者会見をして、実は文書がありましたと。そしてこれはその稲田さんが防衛大臣だった時にもう文書ありませんと言ったにもかかわらず、その稲田さんがもっと探しなさいと指示を出した後に、探してみたら、これは自衛隊の教育訓練研究本部というところの、これなんか外付けハードディスクというよくわからないんですけども、そこから文書が1万4000ページ出てきたということでですね、小野寺さん非常に沈痛な面持ちで、お詫びを述べて、これからそのきちんとしたいということをおっしゃったんですけども、この防衛省の日報問題についてまずどういうふうにお感じになりましたか？これはね、今日今朝産経新聞に織田さんが書いてらっしゃったけど、織田邦夫さんが、もうあれに尽きるんですよね。大体そのじゃあああいう文書をですね、同じような行政文書として全部公開しなきゃいけないのかどうかというね、本当は別に公開すれば誰でもね公開して見れるわけでしょ。で彼が書いているように、公開するときには不都合な部分は全部墨塗りしなきゃいけない。そうすると1万2000ページをですね、全部誰かがチェックしてですね、しかるべき人が、全部その塗ったりなんかしないとですね、公開できませんよね。だからね、あれはそもそも公開しなくてもいいんじゃないかというのが、僕は思いますね、織田さんと同じように。門田さん。いやいや、これそれこそ今おっしゃった通りね、そのこの機密がたくさんあるわけですから、私ほら戦争ノンフィクションをたくさん書いてきてますけど、その時にその元にするのがですね、その各連隊部隊その戦闘商法なわけですよね。でそれは隊が責任を持ってきちんと書いて、これによってそれこそその昇進のあれになったり勲章を受けたりとかってありますから、その特攻でもその見極める人が行くわけですから、そのぐらい戦闘商法っていうのは確実に書かれるものなんですよね。でだからそのこの日報というものは極めてその機密性も高いものなんです。それをどのくらい理解した上でこれを全部公開しろとかそういうことを言ってるのかどうか非常に疑問なわけです。これは1万2000ページの中で、1万4000ページ、4000ページですかね、1万4000ページ、4000ページですか、その中でじゃあどういうふうに吟味していくかっていうことなんです。これ要するにね、私これを要求している人たちってどの国の利益のためにやってるのかということなんです。今後で話になるだろうけど、森友の問題なんかもそうなんだけども、これ明らかにこの特定の国が得するような方向に今の野党が動いてますけども、今回の日本問題でもそういうところがありましてね、そのことについて
もっとあのジャーナリズムもこの深あのこう議論を深めていかないといけないと思いますね。そうですね。石破さんとこのね、まあ、産経新聞にこの織田さんのが出てたわけですけども、花田さん今ちょっと触れましたけどもね、この日報を積み重ねていくとこうどん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 こう積み重ねていくと本当に日本の戦い方というかね、この戦闘の真髄のところに迫るようなことになるわけでしょ。そうですね、ええ、だからその織田さんもまず全部花田さんに言われちゃったんですけど、うんうんうん、軍事用語で言ったら戦闘速報、うん、これをもとに結局要員計画とかね、はい、戦闘計画とかを変更したりするもんなんで、ええ、これをね一般の行政文書と同じように扱いをすること自体がナンセンスですしね、うん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 、でそもそも僕が言いたいのはイラクって何年前の話ですかと。約10年前ですよね。南スーダンだってこれを出せ出せって言った時はまだ南スーダンに部隊いたんですよ、ね、うんねはい、でもあの稲田さんが辞めなきゃいけなくなったあの時期はもう撤収してんですよ、うん、で一体何のための、うん、だからもうまさにその他に目的があるんじゃないの、うん、こんなもんで国政を停滞させて何かなんかいいことあるんですかって、ええ、そうしか思わないですよね。あのね野党がね、まあ、資料請求するわけですよね、うん、その時にね例えばその、うん、あの立憲民主化の辻元さんとか、はい、まあ、いろんな方々が、うん、あの資料請求するわけですけども、ね、その資料の請求の仕方がね、うん、例えばイラクの自衛隊派遣に関する資料を全部出せというようなことらしいんですよ、うん、すごくこう大きな括りで請求してくる、うん、そうすると、ええ、全部出せと言われたら何十万ページにも、うん、そうだ大変なるわけで、うん、まずその自衛隊の方々がね、うん、この文書探しに一生懸命になる、うん、しかもそれがすごくその短い時間しか余裕をもらえないわけで、うん、例えば明日までとか1週間後とかですね、言われるともう必死になって探す。そしてさっきおっしゃったようにこれ機密情報がいっぱい入ってるわけですから、うん、1万4000ページを1枚1枚、うん、いやあの防衛省の人たちがみんな見て精査しなきゃいけないですよね。精査してしかもその墨塗りにするところは全部墨塗りにしなければいけないわけで、うん、これだけでねもう彼らの時間全部取られてしまって、うん、本来の自衛隊の役割であるその日本国の防衛をどうするのか、今朝鮮半島情勢こんなにね、うん、厳しいわけでアメリカとあの朝鮮との北朝鮮との交渉だってどうなるかわからない、ね、でアメリカと中国もどうなるかわからないという時にね、こんなことに本当はかまけている暇はないにもかかわらずこんな膨大な量のねその資料を出させるようなことをして、しかもこれちょっと聞いたんですけども出しても彼らは全部読んでるとは到底思えないって、出してもらった方がね、資料請求した側がね、だけども結局もその無駄な時間を自衛隊に費やさせるわけでしょ、うん、これは本当に、まあ、ある意味のいじめというかね、うん、その全く不毛な側面がありますよね。だからアメリカ例えば米軍に対してそれをじゃあやりますかと、こういう要求を、例えば野党をじゃあ民主党がそれ要求しますかと、それから例えば人民解放軍のそういうものを要求するところがどっかありますかと、うん、これあの日本が異常な状態であるということを、うん、こういう野党が、うん、あの現にこの大手を振ってそういうことができているということを、国民一人一人がもう理解しないといけないんですよ。いやこれはそうです、うん、あの日本だけでしか行われていない、うん、大変な日本国民の命にとって、うんうん、非常にあの大きな問題であることが、うん、あの行われているんだと、うんうん、そのことを国民があのもっと怒るべきだと思います。それでね、あの小野寺防衛大臣なんかも、うん、今言ったようなことをピシッと言えばいいんですよ。こういう今桜井さんがおっしゃったようなことを、言ってまあ反発する人もいるでもそれを多分言うとね、うん、もし小野寺さんがそれをおっしゃったら、はい、ソース感食ってね、いやいやソース感じゃなくてちゃんと分かる人は分かりますよ。朝日も毎日もね、これはね花田さんね、うん、小野寺さんは、うん、それ言いたいと思う、いや言いたいと思うそれを言ったらまたすごいことになりますから言えないわけですよ、いやでも一回そういうそのなんていうかセレモニーを経てそういうそのなんていうかな
あの今我々が言ってるようなことを言わないといつまでもぐず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 続くわけですよ。それはね、国民の敵が誰かってことがどんどん明らかになってるんですよ。そうなんですよ。それでね、ここでその自衛隊がもうすごく意図的に隠したとかね、そういう言い方をしてるけども、このよくよく事情を聞いてみると決してそうではないってことが分かるわけですよ。まず第一は膨大な資料を請求される、必死になって探す、でここの部分にあるところは一応探しました、これだけですよって言って、これだけでまだ他にあるかもしれませんけども、あなた方のその時間の中ではね、切った時間の中ではこれだけでしたって正直に言えばいいのに、ここまででした、これ以上ないと思いますみたいなことをやっぱりつい言っちゃうわけだから、あったじゃないのというふうに言われてしまうと、これお互いにとって不幸だというふうに思うんですね。それともう一つね、今回なぜこのイラクの日報が出されなかったかということに対して、稲田さんがもっと探しなさいと言いました。そして彼ら一生懸命探しました。そして出てきたけれども、その時は南スーダン の県だったから、あのイラクは関係がないというふうに現場が思い込んだ、あの可能性があるというんですね。何もこれを隠そうということではなくって、イラクも出さなきゃいけないんだという認識がなかったために出さなかったと。だからこれはね、もちろんその認識を変えていたというのはあのいけないことかもしれないけれども、そのなんかそのすごくね、意図的に悪意を持って隠したということではないんだということも、国民の側はやっぱり知っておかないとおかしいと思うんですよね。でも僕は政治の側がね、最初からね、こういうものを出せないと、やるのを怠ってたことが大きいんだってね。まあそうですね。それは政治の責任も大きいと思いますよ。それで先ほど花さんがおっしゃったけど、やっぱりね、それは小野寺さんきっちりね、こんなもの出せませんと、ちゃんと説明して一回言えばね、国会止まっていいと思うんですよ。もう予算も成立したんだし、予算関連も成立したし、なるほど。だって働き方改革なんてね、自民党のね支持母体であれやりたいと思う人いませんよ、はっきり言って。連合におもねって安倍さんがやろうとしてるだけだから、そんなもん別に潰れてもどうでもいい話 でこんな状態だったら憲法改正論議なんかできないんだから、もうこんなこといつまでやってんですかと、いうのを国民の前でやった方がいいと、あまりにも防戦一方になりすぎですよ、一回言った方がいいんですよ、これね。国民の命のために、国民のためにどうなんですかっていうことを問いかけるべきですよ、これが本質なんですから、国民の命を守るために自衛隊は存在してるわけですから、そのためにこれがプラスなのかマイナスなのかというと、ドーンといろんなことで聞けばいいですよ、どんどん後から追い立てられるように、このいや申し訳ありませんでした、なんとかっていうのを続けてるのはおかしいですよね。ある一定のところでちょっと待ってくださいは、それは言うべきでしょうね。でもね、ちょっと待ってくださいという時に、国民の側がね、そのちょっと待ってくださいの本当の意味を受け止めることができるかどうかっていうのはすごく大きな問題だと思うんです。例えばね、このイラクの日報問題、南スーダンもそうかもしれないけども、戦闘という言葉があるかどうかということを多分自衛隊はものすごく気にしたと思うんですね。で、戦闘行為という言葉があったら、野党が戦闘じゃないかと、そんな戦闘状況のところに行ってはいけないんじゃないかと、憲法違反じゃないかというふうな攻め方をするのはもう見え切ってるわけでしょ。だからその時にね、いや、ここで現場で見る戦闘というのと、日本国が法体系の中で戦闘行為にはいかないと言ってるこの戦闘というのは違う意味なんですよと、日本国が戦闘にその自衛隊を送らないというのは、国と国とが本当に戦争状態になるという意味で行かないんであって、その現場に行って PKO なんかやっていれば、そこでその言葉の上では戦闘だけどもね、国と国との対立という、日本国が戦争に入るという概念とは違う意味の戦闘なんだということをね、国民の私たちがきちんと受け止めることができるか、メディアがそれをきちんと説明することができるか、ここのところがね、基本的な条件として欠けていれば、やっぱりこれもしかして問題になるかもしれないなと思うかもしれない。そこはやっぱり同じですよね、要するに情報弱者、テレビと新聞だけを情報源としている人たちは、情報弱者ですよね、今情報弱者っていうのはテレビと新聞だけをこの情報源としている人たちなんだけど、その人たちが
その煽りに煽られる、要するに新聞テレビによって、うん、今桜井さんのおっしゃったような本質論じゃなくて、うん、戦闘という言葉がこうで、うん、これが憲法にどうだとかガーッとなるわけじゃないですか、うん、でそれに流されていく人たちがいるわけなんだけど、うんうんうん、これ実を言うと、うん、そのネット世代というかですね、うん、その大半の人たちはそれほどそれに流されてないですよ。流されてない。流されてないですよ。うんうんうん、それね、うん、そもそもね、うん、南スーダンに PKO を出すことを決めたのは、うん、カンナオト内閣ですよ、うん。出したのは野田内閣ですよ。うん、何をか言わんって話でね、うん、もうそこで話終わってんじゃんと僕は思うんですけどね。うんうん、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円、または1年で1800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日が主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからねこの吉田長所公開したらいいじゃないの全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。